僕の作ったオルゴールは他の誰よものよりもの綺麗な音を鳴らしていた。人々は僕のことを尊敬の念を込めて黒く若と呼んだ。愛する婚約者と大事な妹二人がいつもそんなければ自分は世界一の幸せ者だと僕は神に感謝した。存在しなければ最悪の結末。僕が見たものは血に染まったオルゴール。倒れ
ましょう。今は反響、正気を失った無人、何かを作る、何を作っているのかと旅人が尋ねた。それはただ尖らくたにしか見えない、薄汚れた空